ランディア・ロサレーナ・ゴンサレスは、キューバのハバナ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のタンパベレーズ所属。第26回トリプル A 世界野球選手権大会において2013から14年と2014から15年シーズンにかけて、セリエナシオナルでベースボールのベゲーロスで、ピナールデルリオに所属。14年に、父が亡くなり、家族を支えるためにも、 翌15年に母と相談の上で亡命を決意。夜のカリブ海をカヤックのようなボートでメキシコへ渡り亡命した。2016年4月17日にメキシカンリーグのティフアナブルズでプロデビュー。ブルズでは4月中の5試合のみに出場し、5月3日に FA となった。2016年8月1日に MLB のセントルイスカージナルスと契約金125万ドルでマイナー契約を結んだ。シーズンオフにウィンターリーグであるリーガメヒカーナ、デルパシフィコのマジョスでナボホアに所属。以降、2018年までの毎年オフにマジョスに所属している。2017年4月6日に、参加 A 級パームビーチカージナルスでマイナーデビュー。6月14日に行われた。 フロリダステートリーグオールスターゲームに招集された。6月30日に AQ スプリングフィールドカージナルスに昇格。このシーズンは2チーム合計で490打席で打率266オプス783.11本塁打を記録した。2018年のスプリングトレーニングでは招待選手として参加した。シーズンは トリプル A 級メンフィスレッドバーズで迎えた。5月4日に A 級スプリングフィールドカージナルスに降格。5月18日にトリプル A 級メンフィスに再昇格。7月に行われたオールスターフューチャーズゲームでは世界選抜として選出。7月17日に A 級パームビーチに降格。8月1日にトリプル A 級メンフィスに再昇格。 レギュラーシーズン成績は2チーム合計で413打席で打率274オプス792.12本塁打を記録トリプル a 級メンフィスが地区優勝したためパシフィックコーストリーグプレイオフに出場チームはリーグ優勝を果たしトミー・エドマンと共に PCL プレイオフ MVP に選出されるその後チームは トリプル A 級年間優勝決定戦でも勝利した。2019年のスプリングトレーニング中に右手を骨折したため負傷者リスト入りして4月の開幕を迎えた。5月11日に A 級スプリングフィールドで実戦復帰。6月12日にトリプル A 級メンフィスに昇格。8月12日にホセマルティネスが10日間入り入りした入れ替わりでメジャー昇格。 8月14日に行われたロイヤルズで9番中堅守でスタメン入りしメジャーデビュー。この試合ではメジャー初安打となるタイムリーナやア,アンダを記録した。9月25日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャー初本塁打を記録。メジャーでの出場は19試合に止まったが打率300オプス891を記録した。また、 ポストシーズンにも25人枠入りし、ワシントンナショナルズとのディビジョンシリーズで代打として5試合に出場したが、ヒットはなかった。2020年1月9日に、マシュー・リーベラ・トーレとドラフト開始名権とのトレードで、ホセ・マルティネスとドラフト上位指名権と共に、タンパベイ・レイズへ移籍した。シーズンでは、新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の短縮シーズンになった。 自身も開幕前の検査で陽性反応が出て、特別故障者リスト入りになり、陰性になるまで約1ヶ月かかった。8月30日に、今季初出場。最終的に23試合の出場で打率。281.7本塁が、11打点を、マークした。ポストシーズンはスタメンで起用され、トロントブルージーズとのワイルドカードゲーム第2戦では、3安打を記録。 ニューヨークヤンキースとのディビジョンシリーズでは打率421第1戦から3試合連続本塁打を放つ活躍でシリーズ突破に貢献したリーグチャンピオンシップシリーズでも最終第7戦の先制本塁打を含む4本塁打を放ちポストシーズンの本塁打数の新人新記録を更新し新人野手では史上初となるシリーズ MVP に選ばれた ワールドシリーズでも3本塁打を放って、ポストシーズンの新記録を樹立したが、チームは2勝4敗で敗れた。彼の反省を描いた映画が2022年の秋、または2023年に公開予定。ありがとうございます。